少し待ってて、大木様はすぐ戻ってくるから。今の大木様は代理将軍だから、あなたたちと面会する前に民に状況を告げて安心させる必要があるの。将軍になるための第一関門ってところかな。早く慣れてくれるといいよね。永遠になれないでしょうね。こうしてここでお前たちと会えて嬉しいわ。死者数を統計して薬王残党の討伐に人手を回し、六王に状況を説明する。道理で軽減が刃先の座と言っていたわけね。将軍の座は厳粛なものよ。楽しんでるも何もないわ。ただ順応してきたってだけよ。絶対楽しんでる。大木がわざわざ俺たちを招いたのは愚痴を言うためではないだろう。もちろんよ。しばしとはいえ私は将軍を務める身。事件が一段落したからラフを代表し正式に感謝の言葉を伝えようと思ってね。やった、ついに軽減将軍が約束してくれた報酬がもらえるんだね。ええ、ラフのために生死を顧みないその誠実さをしかと見届けさせてもらったわ。六音の将棋により本日をもって請求列車はラフの盟友となる。お前たちはラフ協会内で同盟の施設とみなされ、最高レベルの優待を受けられるわ。請求列車を代表して大木に感謝を伝えよう。おお、実物の報酬ではないけどなんかかっこいいかも。感謝の言葉はこれで終わりよ。けど別件で相談したいことがあるの。どうぞこちらへ。ちょっとひどくない？感謝の言葉をもらったと思ったらすぐまた任務？任務とまではいかないわ。性格の災い、薬王秘伝の動乱、剣木の復活、その上半物質レギオンの手までラフに及んでいる。この詳細をすべて同盟の上層部に報告し調査しなければならないの。でも私は事件の渦中にいた人物の一人、多かれ少なかれ主観的になって見解が偏ってしまう可能性があるわ。だからお前たちの力を貸してちょうだい。共に事件の流れを整理して細部を分析してほしいの。さてどこから始めようかしら。現状から見ると全ての元凶は元老と言っていいでしょうね。先週は過去にも反物質レギオンと戦ったことがあるから奴らの動向は常に警戒していたのだけど、まさかここまで秘密裏に攻めてくるとは思わなかったわ。絶滅大君が先週陣に化けて潜入し陰謀を企てるなんて。奴は性格を薬王秘伝に渡して反乱を引き起こすことでラフに自滅の道を歩ませようとしていた。レギオンの危険度については再評価する必要があるわね。数千年前、剣木が帝宮の使命によっておられてから北条は禁忌とみなされてきた。仙道を握っていた探偵氏はそれ以降失墜し、あってもなくてもいいような死になったわ。今思うとあの時から薬王秘伝の反乱の種はまかれていたんでしょう。あの者たちの中に反物質レギオンに性格を求め
北条の戦闘を蘇らせようとしていた者がいたってことね。それは確かに成功したけれど、元老の目的は他人の願いを叶えることじゃない。本当に愚かだわ。選手を裏切った結果、絶滅大君の計画のための生贄にされるなんて。性格ハンターについては互いに持っている情報が少ないわね。けど旧館の陣で私はカフカが運命の奴隷から受け取った予言を見たわ。エリオはラフの様々な可能性を予言していた。カフカの持つ情報によると、その可能性はエリオが掌握しているものみたいだけど、ラフにとって一番好ましい未来なのは確かだったようね。性格ハンターたちは自ら投獄し、先週に頼もしい盟友を、つまりお前たちを招いた。指針による行為ではあったけど、良き結果をもたらしたのは間違いないわ。今エリオが見た未来は現実となった。先週はレギオの計画を見破り、お前たちの協力のもと元老を追い払うことができたわ。そうね、かなりの情報をつかめたし、筋も通っている。でもまだ細かなところが不明瞭よ。性格がどうやって泉州に持ち込まれ、何者によって林苑郷に送られたか、そして他にも薬王秘伝の残党がいるのか。この疑問はまだ解消できていないけれど、私たちは最善を尽くした。同盟に出す報告書はある程度頭の中で考えがまとまったわ。お前たちのことも漏れなく書くつもりよ。けど軽減のために泉州の内務に関わる部分では名前を伏せさせてもらうわ。どうか理解してちょうだい。こちらとしてもそうしてもらえるとありがたい。剣木については同盟の上層部も重視しているだろうから、おそらく細部まで精査することになるはずだ。それに請求列車が巻き込まれたら、しばらくここを離れられなくなる。まったくよ。今回は軽減がいろいろと規則違反みたいなことをしてくれたおかげで、私がいちいち後始末をしなきゃいけないの。ふん、運気将軍ってなんでどいつもこいつもこう面倒なのかしら。お前たち旅を再開するまでゆっくり休んで、もし行きたい場所があれば自由に見て回ってくれていいわ。私はしばらく運気軍の事務を代行するから一緒には行けないけれど。ああそうだ、もし途中で聖査会に寄ることがあれば、これを玉空に渡してくれると嬉しいのだけど。当時は現場が混乱していて、元老が姿を現した後、帝雲の体も消えてしまった。運気軍が見つけられたのは、彼女がずっと身につけていたセンスだけ。私たちに同行していた帝雲が元老に操られた傀儡なのか、それとも一応で目を覆った現実なのかは、当分の間は分かりそうにないわ。もう最悪の事態を想定して準備は整えてあるけれど、レギオンのやり方を考えると、あの天白氏の節都市本人は強打吉祥でしょうね。でも帝雲の件をどう処理するかについては同胞である古族が決めることよ。事の経緯は天白氏に伝えてあるから、この品はお前たちが届けた方がいいと思うわ。分かった、俺たちに任せてくれ。よろしくね。さて今日残っている公務を確認しないと。で、多すぎ。今日はこの辺にしておきましょう。
私に用があったら大牧師の従事長まで来てちょうだい。ならば獣王氏に私の意向を伝えてほしい。しかとお伝えします。カジトリ様、この度はお悔やみ申し上げます。客人が来たようですね。私はこれで失礼いたします。あなたたち天白氏一同を代表して列車の乗員たちに礼を言うわ。ラフを性格の災いから救ってくれてありがとう。玉空カジトリも聞いたかと思うが、テユンさんが。ええ、知っているわ。4人で離れたのに3人で帰ってきたのを見て、不言の先方が事実だって理解した。テイウン、まだ信じられない。あの先方はただの悪い冗談ではないの？先週に反物質レギオンが現れた。テイウンが絶滅大君の偽装だった。何もかも信じがたいわ。私と30年も共に働き、共に天白氏の事務を処理してきたテイウンが化け物の偽装だったなんて。それなら本物のあの子は今どこにいるの？玉空、ごめんなさい。分かってる、分かってるの。ただ納得がいかないだけ。テイウンの私物を紫神宮まで届けてくれてありがとう。今回の性格による災いで私たちはあまりにも多くの同胞を、兄弟を、姉妹を、子供たちを失ったわ。天白氏は戦没者のために慰霊祭を行う予定なの。今回の戦いを身をもって経験したあなたたちにも証人として参加してもらいたいのだけど、どうかしら？慰霊祭？短命種の言葉で言うと葬儀ね。ただ泉州の長命種にとって死後というのはあまりに遠く希薄な概念だから、通常魔音の実の前兆が現れる前に獣王氏の引説者が因果殿まで導き、その生涯の経歴を残して無に返すわ。儀式の煩雑な埋葬に代わり、このような短い別れが定着して皆がそれに慣れていった。唯一死の儀式を重んじているのが寿命が有限である私たち子族よ。けど今回の災いで数えきれないほどの運気群が殉職し、また魔音の実に落ちた。因果殿が彼らの人生を収める前に死んでしまったの。すべての予期せぬ死が、叶わなかった願いが私たちに教えてくれたわ。長命種の命も有限であることを。私は死んだ人たちに帰る場所を与えたいと思っているの。天白氏の方法で、古族の祭礼で死者が残したものを聖座に乗せて泉州から送り出すつもり。後世に向けて飛ばし共に輝かせるの。これは
死者のことを、もう話すことのできない魂を慰めるためだけじゃないわ。この世に残された肉親を、友を、すべての戦士の民を慰めるためでもある。私自身もこの儀式を通して帝運とお別れをしたいの。これは私の願いでもあるわ。あの子は戦場で亡くなった運気軍ではないけど、私たち天白氏のもので、この災難の被害者だから。この儀式で私は私の部下とその身分を奪い、あの子の姿で現れた絶滅大君とを区別したいの。やっぱりまだ信じられないわ。いつかきっと自分の手で帝運の行方を明らかにしてみせる。でも今は、今の私にはこれくらいしかあの子のためにできることがないの。ぶしつけのお願いで申し訳ないのだけど、一緒に見届けてくれるかしら。帝運が使っていたものを整理するよう顔面に伝えてあるから、その中からいくつかの品を選んで精査に載せてくれるかしら。わかった。そのようにしよう。俺たちに任せてくれ。ええ、改めてお礼を言わせて。先ほど獣王氏の判官に慰霊祭の通達を頼んだの。私はこれから開成校に向かって精査の製造監督と儀式の準備をしてくるわ。もし何かあったらそこで私を探してちょうだい。いつも口うるさいだの、おせっかいだの文句を言ってたくせに、今日はどうした？全然止めに来てくれないじゃないか。君たちか。てっきりあいつが戻ってきたのかと。舵取り様に言われてきたんだよな。帝運の私物の整理を手伝いに来たの。慰霊祭に使うものを選んでほしいって玉宇に言われたんだ。片付けはほぼ終わってる。そこの箱に入れてあるから見てみるといいだろう。箱の中のものを全部取り出して一つずつ見てみよっか。節都市の印鑑、小さな箱、これは刃物で、こっちは弓。この丁寧に包まれてるものは何だろう。骨董品？でもなんでこんな変な骨董品を持ってるのかな。帝運から聞いたことがある。それは古族に古くからある伝統品の彫像らしい。金運を招くもので飾っておくと御利益があるとか。あれ、包みの中に手紙が入ってる。顔面さんへ、金運良好、順風満帆であらんことを。どうやら帝運はこれをあんたに送ろうとしてたみたい。確かに自分も一つ買おうかなと言ったことがあったが、まさかその言葉をずっと覚えていたなんて。僕と帝運は違う商団に属している。みんな同僚ではあるが、同時にライバルでもあるんだ。商団が天外で貿易するたび、習慣としてその土地のお土産を信頼する同僚たちに送ってきた。僕と帝運のナルビはこれまでずっと天白市で一番の商団の名を巡って競い合ってきてね。だから互いに目の上のタンコブで、いつも貿易から帰ってくるたびに
変なものを送り合っていたんだ。食べたらすね毛が生える飴とか、ガラスが割れるような音の出る六元金とか。たく、まさかだよ。最後の贈り物がこんなにいいものなんてな。ちゃんとお返ししないと、あいつに負けてられない。何を返せばいいんだろうな。ねえねえ、ちょっと気になったんだけど、印鑑はともかく、この刃物とか弓ってどう見ても帝運が持つようなものじゃないよね。帝運のイメージって宝石に囲まれた霊人って感じでしょ。もしかしてさっきの顔面の彫像みたいに、この中に誰かに送ろうとしてたものがあるんじゃないかな。もう一回見てみようか。うち料理はできないけど知ってるよ。これって包丁だよね。帝運と一緒に行動してた時、こんなものを持ってた記憶はないし、うん、これも送ることのできなかったものなのかも。あれ、包丁の箱にチラシが入ってる。障子見金人庫。これってどこのお店だろう。小さな箱だな。中に植物の種が入っているが、特に変わったところはないようだ。ん？箱の下に文字が。フヤコ。うん。この名前聞き覚えがあるな。この弓。いい弓だね。あれ、ひょっとしてこれってうちへの贈り物？わかってるって。空気が重かったからちょっと冗談を言っただけ。え、誰に送ればいいのかもうわかったの？フヤコは俺たちがここに着いたばかりの時に通った茶館の名前だったな。ようこそ不夜行へ。お客様方、お茶を飲みにいらしたのですか？私は店主の無名。何かあればお申し付けください。おや、これは天運姉さんが約束してくれた茶の種。他の世界から探してきてくれたのですね。姉さんには本当にお世話になります。この茶館を継いでからずっと新しい茶を開発していたんです。先人たちができなかったことを成し遂げようと思いまして。ですが、泉州の林園春や探偵祖神のような茶には数千年もの伝統がありますし、外から入ってきたブレンド茶にもそれぞれ特徴があって、新商品を出すのはとても難しい状況でした。すると、この話を聞いた帝運姉さんが約束してくれたんです。行商で各世界を遊覧するとき、必ず先週人が飲んだことのないお茶を見つけてみせると。その約束は子供を喜ばせるようなもので、果たしてくれるとは思っていませんでした。そういえば姉さんの姿が見えませんが。彼女の私物の中から種の入った箱を見つけた。おそらく君に渡そうとしていたものだろう。ありがとうございます。姉さんに何かお返しをしなくてはいけませんね。以前
姉さんの提案通りにリーエンシュンとインサン力、それから小炉照明を改良して作ったお茶があるんです。甘く爽やかな味がして、姉さんの名前から熱運歌と名付けました。天運姉さんはもう飲めませんが、皆さんこのお茶をどうぞ。これで姉さんを弔いましょう。あれ、どうしたの？最近暇になったから先週観光でもしてるとか。兆楽天金人港にある大食館たちが集まる飲食店だよね。もしかして私にご馳走してくれるの？金人港は兆楽天の商店街だよ。近頃は性格のせいで人が少なくなってるけどね。外の客人が初めて訪れた時は大体が有名で賑やかな星座界の千夜通りに行くんだけど、本当に美味しいものや面白いものを体験したければやっぱり金人港かな。はい、地図に記してあげるね。私もパイをやって疲れたらいつもあそこの店に行ってチンバー豆腐を食べるの。あー、まずい。この話をしてたら仕事したくなくなってきた。全部あなたのせいだから。正直この看板ここみたいだね。いらっしゃいませ。ご注文は何になさいましょう？天音さんからですか？どうやらあの人の手を煩わせてしまったみたいですね。彼女みたいな可愛らしい人に包丁を用意してもらえるなんて。昔天音さんがここで食事されていた時に私の心情を話したことがあるんです。私は自分で倒すことのできない食材を口にしないとね。そして別の世界で料理や狩りをした時のことを彼女に話しました。天雲さんはそれを興味深そうに聞き、私の料理をもっと紹介してほしいと言いました。最後には英雄には宝剣がふさわしく、名高き料理人には至高の包丁がふさわしいと言って贈り物をする約束をしてくれたんです。見たところこの包丁は他の世界で集めた珍しい素材で作ったものでしょう。タラサ交配亀の殻を簡単に切れそうなほど鋭いですね。帝雲さんったら本当にお人よしなんだから。この金人港でナルビの恩恵を受けていないお店はきっとないでしょうね。彼女が開催した海市のおかげで私たちみたいな小さな店舗も生きがいの客を多く迎えることができました。お礼はむしろこちらがするべきなんです。そうだ、商工がまた開いたと聞きました。帝雲さんまた忙しくなるでしょうね。お客さんたち嘘を言っているのですよね。その化け物はどこから来たのですか？この包丁で切り刻んでやります。一階の料理人に過ぎない私が何を言っているのでしょう。皆さんありがとうございます。皆さんとそれから帝雲さんへのお返しとして料理を作りましょう。そういえば帝雲さんがうちに惹かれたのもこの牛もつ乱切りのラー油和えを口にしたからなんです。この辛く香ばしい料理をもう彼女が食べられないなんて。帝雲さんの代わりに
お腹いっぱい食べていってください。弓についてだが、テイウンさんが誰に送ろうとしていたのか、おおよそ見当がついた。顔面の話だと、節都氏は帰ってきたら信頼する同僚にお土産を渡すんだよね。テイウンが信頼する人ってことは玉王のことかな。あら、どうかしたの？この弓を、テイウンが私に？あの子は私の苦しみを理解してくれていたのに、私はもうあの子のために何もできないのね。30年前、私はある凄惨な戦争に参加したの。私は親友と共に出航したけど、帰港した時には一人になっていた。あの戦いが終わった後、戦争の残した傷跡に触れるのを恐れるように、選手ラフはずっと航路に沿って休養をし、貿易をしていた。私も自分が飛ぶことに飽き、弓を引き絞る勇気を失ったと思ったわ。そして天白氏のジムに没頭するようになり、空を見ようとしなかった。舵取りになったとはいえ、軍人出身の私は緻密な経営に向いていなかった。でもテイウンはそんな私と違って生来の商人だったの。役職上あの子は部下だけど、いつも商売の相談をして意見を出してもらっていた。たとえ戦場で共に戦ったことがなくとも、あの子は私の戦友よ。テイウンと商談の助けがなければ、ラフが30年で息を吹き返すことは不可能だった。時代は移り、選手は変わったのだと私は思っていたわ。私のような流血と戦火が染み込んだものではなく、テイウンのような人材こそが天白氏の未来であると、あの子がラフに繁栄をもたらすと信じていた。でも私は間違っていたわ。反物質レギオンを一匹残らず滅ぼすまで選手には私が必要。血と炎のために空を駆ける私のような存在がね。儀式に使う聖者の準備ができたわ。さあ、テイウンの思い出の品を聖者に乗せましょう。待ってくれ。テイウンが贈り物を僕に用意してくれたんだ。僕も同じ節都氏としてそのお返しをすべきだろう。そっか、それで顔面は何を用意したの？僕はこの支援を。テイウンの貴重な贈り物と比べたら見劣りするかもしれないけど、どうか笑わないでくれ。これにはちゃんと意味があるんだ。古族の風習で、支援は飛べなくなった飛行士の魂を癒すらしい。僕もテイウンも飛行士とは言えないが、ずっと星空をかけてきた身だから、テイウンもきっと再び星空を飛べるようになれば喜んでくれるはずだ。この中からどれを聖者に乗せる？
回は競い合う必要がないな。さあ、もっと遠い世界へ向けて飛んでいくといい。これは円錐が金人口のお店を代表して送ってくれた料理。きっと気に入ってくれると思うよ。これは無名ちゃんが用意したお茶でね、天雲の名前が由来になってるんだよ。天白氏のために、ラフのためにしたすべてに感謝しよう。この小さき印鑑は泉州が繁栄する礎だ。天雲、天白氏は決してあなたを忘れない。必ずやこの手で真相を突き止めてみせる。そしてもしもあなたが帰らぬ人になったなら、その時は私があなたの仇を討ってみせるわ。さあ、そろそろ慰霊祭を始める時間よ。聖茶会の婚余台に向かいましょう。儀式も終わったし、そろそろ休んだ方がいいよ。待った。まだ列車の友と話したいことがある。すまないね。元凶からずっと休むように言われていたんだ。もっと早く諸君らを招くべきだったのだが、請求列車がラフを離れる前に送りたいものが二つある。贈り物？やっと両親がうずいて、うちらの頑張りをねぎらう気になったのかな。では諸君、新作譜まで来てもらえるか。諸君をここに招いたのは、改めて泉州ラフが列車の七死人に感謝を伝えるためだ。普賢殿からも聞いたと思うが、諸君の成した壮挙はこのラフでは恩に報いることができないほど偉大なものだ。故に私はラフ運気軍を代表し、この決命の儀を象徴する玉鳥を諸君らに託そうと思う。確かにある種の記念品と言えよう。だが旅の土産として気軽に買えるような代物ではない。数千年前、同盟が成立した時に各泉州は共に誓いを立て、玉鳥に刻んで証とした。たとえ天地が崩れようとも、この誓いに背くことはない。この玉鳥も同じで、その意を表している。これには請求列車に対するラフ運気軍の許可が記されており、それと同時にビーコンでもあるんだ。玉鳥を握ることで私が持っているもう一つの玉鳥へと連絡が届く。約束しよう。たとえ銀河の果てでも、ラフ運気軍は列車の元へと駆けつけ、恩に報いると。すごい贈り物だね。ああ、無論これほど重要なものだ。些細なことや抗議に反するようなことには使わないでほしい。私の言っている意味がわかるね。大丈夫大丈夫、わかってるって。将軍のご厚意に感謝する。そして
炭鉱殿。あ、獣王氏の通達により君への追放令を赦免する。本日をもって君は自由にラフを行き来できる身だ。やったー。だが一つ忠告しよう。タンフーの罪はあまりに深い。このような通達があったとしても、一部の人の考えは人間教の潮のように簡単に変わりはしないだろう。出入りの自由は保証するが、身の安全までは私も保証できない。この点についてどうか理解してほしい。分かっている。贈り物を渡せて気持ちが軽くなったよ。傷口の痛みも和らいだようだ。この情景を詩にしたい気分だが、私は普賢殿のように学識が豊かなわけではない。やめておこう。七死人の道はまだ長い。列車の旅がどうか順調であることを祈るよ。ではさらばだ。姫子からメッセージが届いた。列車で玉海門が再び開かれたのを観測できたらしい。いつ戻ってくるかと聞かれている。炭鉱の状況についても聞かれているんだが、戻って君から姫子に説明したらどうだ。ああ、俺も列車に戻るべきだと思う。姫子さんもきっと心配しているだろうからな。うちらが今回の旅で体験したことを聞きたくて待ち遠しいんだよ、きっと。あ、ちょっと待って、忘れてた。車掌さんにお土産買ってない。ねね、あんたは先週でやり残したことない？そうだ、うちってばすっかり忘れてたよ。まだ今回の旅で出会った友達にお別れを言ってない。なら俺と炭鉱は先に列車に戻るとしよう。二人ともなるべく早く戻ってきてくれ。安心して、幼児ちゃん。もう行くのか？はあ、将軍の憂いを分けようと思ったのにあんなことになるなんて。僕も反省してるよ。こんなことを言える立場じゃないかもしれないけど、一つ頼みがあるんだ。炭鉱先生と手合わせして僕は自分の未熟さを深く自覚した。だからもし君にいつか時間ができたら、ぜひとも指導をお願いしたいんだけど。そうしたいのは山々なんだけど、僕のことまだ怒ってるんじゃないかと思って。それじゃ道中の無事を祈るよ。聖者が玉海門を離れる瞬間を見ると、まるで夢のような儚さを感じるの。あの船たちは一体どれほどの時間をかけて空を飛び、またどの星に向かうのかしらね。宇宙からすれば長命氏の命も短命氏の命もほぼ同じだ。先週の民が求める長命は、星が呼吸し輝く一瞬にも満たないもの。彼らの悲しみも俺たちと変わらない。お帰り。ちょうど姫子と今回の旅について話していたところだ。また一つ旅の終点にたどり着いたな。あらゆることには終わりがあり、その後には新たな始まりが待っている。次はベルトに留守番してもらって、私があんたたちを連れて
一緒に新世界を開拓しようかしら。列車にそんな交代システムがあったのか。ピノコニーよ、覚えてる？カフカの誘いに乗る前にそこに向かおうとしていたでしょ。列車のアーカイブによると、ピノコニーはもともと犯罪者を流刑するために使われていた監獄船よ。少なくとも記録された時代ではそうだった。でも挽回のガンが発生した時、ピノコニーはシペの元に身を寄せ、無常の繁栄を遂げた夢の国に変えられたわ。ファミリーがそこで盛大な宴を開催したみたいで、列車にも招待状が届いたの。ピノコニーで一体何が起きているのか気になって、思わず招待を受けちゃったわ。車掌の準備が終わったら次の駅に向かいましょう。ここに踏み入る者はゴクリか囚人に他ならない。キレンはどちらかね。どちらでも、ただ道に迷った旅人さ。派手にやったものだな。正確に剣木、薬王秘伝、絶滅大君まで。次から次へと危うく皆の視線をそらされ、重大な問題を忘れるところだったよ。性格を持ち込んだものの企みをね。抵抗は諦めろ。さすれば苦しまずに生かせる。薬師の意味者め。将軍殿、この力が北条に由来するのは確かだが、僕も君たちと同じく薬師の敵だ。そうだ、ケイン、我々の邪魔をするな。剣木のよみがえりは予兆。先週は運命の選択を下す時に至っている。定休、儒家、人滅、これは神々の対局。勝つ方につかなければ負ける。今度こそ北条を死に至らしめるぞ。